諦めはしない、もう目覚めたから、燃えるときめきは時代を映し、色鮮やかに燃え盛る炎、それはかつて魂を持ったものかもしれない。しかし今はそれが神の国にたどり着くことはないだろう。そこには人と名乗る知的生命体が住む惑星があった。人々はここで子を産み育てることを当たり前のこととしすぎていた。月の裏側、調子はどうだ？もう終わりますよ。操縦桿の遊びは少なくしときました。さすがだな。本当にこいつで出るんですか？実戦上がりで疲れているやつにテストさせちゃいけないからな。知りませんよ。モビルスーツデッキの管制官はそのつもりでいる。いつですか？15、6分後だ。へいへい。放っておいてくださいよ。だだこねないで。カミーユ、クワトロ隊。悪いな。しかし飲み込んだ言葉を言ってもいいんだぞ。言えるわけないじゃありませんか。汗を流せばいい。気楽に言わないでください。ライラ隊とは何があったのだ？隊は下がっていてください。エマ注意だって保護観察の身なのでしょう。この部屋には監視カメラがありませんから注意は入れませんよ。ごめんなさい。今日からは自由の身よ。エウゴのクルーに認められたわ。一つはその報告に来たのよ。いい？勝手に入ってきたんじゃないですか。大尉が知りたがっているのはあなたを軍人にしようとしているアーガマの軍人たちに腹を立てているのじゃないかって。注意はなんで自分の言葉で話さないんですか？え？ごめんなさい。私はね、あなたがライラ隊と戦闘中に何かを感じてそれで苦しんでいるんじゃないかって。すごい想像力ですね。僕がニュータイプのようにモビルスーツの装甲越しに敵の気分とか心情を感じることができるっていうんですか？ライラ隊って強い人だから必死で戦って勝っただけです。何の痛みも感じていません。嘘おっしゃい。神指団、どこ行くの？クワトロ隊が言ったでしょ、汗を流せって。アーガマではアムロレイという人のこと所在が不明だなんて言ってるわね。
私ね、2年半ほど前にアムロレイに会ったことがあるわ。え？女同士でガソリン車のドライブ旅行をした時にサイアンの方で彼に会ったのよ。大豪邸の前でね。その時にはこんな時代にも親の財産を相続している暗い青年がいるって笑ったのよね。その青年はひどく疲れているんだけど、夢を見続けているような人だなってそう思っていたんだけど、その人が最近アムロレイだって分かってきたの。彼が名乗ったんですか？そうじゃないわ、空に出てから分かったのよ。クワトロ隊員のような方と出会って、あの青年はきっとアムロだ、空に出られずに悶々としているアムロレイだって分かったのよ。あなたの勝手な想像でしょ。違うわ、私がね、アーガマに来たのはあの名前の分からない青年のせいだって分かったのはアーガマの空気なのよ。これがあの青年が求めていた空気なのか、これが彼の求めていたものなのかって分かっていくと、あの青年がアムロだと明確に分かったのよ。じゃあシャア・アズナブルのような人がここにいると思ってるんですか？そうかもしれないわね。私もアーガマへ来たいと思った時のような衝動もなくなって落ち着いてるわ。じゃあシャアには合ってるんだ。え？今なんて言ったの？シャアには会いたいでしょって言いました。いい、会ったでしょって言ったわ。言いませんよ。総員第二戦闘配置。追って。言いませんよ。言ったわ、シャアに会ったって。フル装備のバランスを見るだけだぞ。一吹かしで帰ってこいよ。了解。敵艦発見、追跡のモビルスーツを発進させろ。聞こえたか、ジェルド。追跡してこい。了解。アーガマの潜伏場所を確認すればいい。聞こえているのか？聞いた。ガルバルディが出たのか。ライラー、お前さんが俺を導いてくれるのか。グラナダに向かっていると見せて一挙にアンマンコースに入る。まだ固定だ。マーク2だけなのか？クワトロ隊員がフォローしてくれる。頼みます。仕掛けないと出てこないのかい、ガンダムマーク2。よし、正気か神雪、行きます。正面から来るぞ。こっちの発進中に撃つバカがいるか。敵十字方向。発進しろ、援護のビーム発射。出たのか、やつは。ライラ隊のモビルスーツ、あの人の部下か。モビルスーツで。貴様はライラを知らんだろうが、俺にとっちゃ師匠なんだ。自分だけが特別だと思うな。あの人が喜ぶものかよ、生き返るのかよ。知ったふうなことを。
神行き戦列から離れていきます。一機のガルバルディに追われている模様。クワトロ隊どこです？高度下げろ。グラナダに直進コース、高度500。やつはなんて勘をしてるんだ。何？バーニアも吹かさずにこんなにジャンプできる。無駄な殺生を待たさせる。何？貴様だけが特別なんじゃない。俺だってティターンズだ。貴様がニュータイプであったとしても、月面戦闘は初めてのはずだろう。こうか。エネルギーアップか。火線の見えたところにアーガマはいないだと？先行したガルバルディは応答なし。ブレックスにやられたか。しまった。あの力、子供のものじゃない。何なんだライラ。ニュータイプだってスーパーマンじゃないんだ。何？やったか。援軍か？隔離軍は？戦友の肌も打てないのか、俺は。行けるのか、神優君。大丈夫です。移動はできます。申し訳ありません。ライフルをやられました。敵のペースにはめられたな。アーガマに戻るぞ。ああ、こんなに壊しちゃって。足は全部帰ろう帰ろう。あの敵、ガルバルディ隊ではなかったな。はい、ジェリド・メサ中尉でした。ああ、ライラ隊とかの怨念が乗り移ったようだな。クワトロ隊もそう感じましたか？わかるとはいい勘をしているな。ありがとうございます。しかし、一機のモビルスーツの動きにあれほど巻き込まれるとは若すぎるな、うん、でないと今度は君が死ぬ番だ。誰が死ぬのか。長い航海ご苦労様です。グラナダではお世辞はいいんだよ。2割クーポンを発行しております。
入りたまえ。お帰りなさいませ、大佐。キユナ、私はクワトロ大尉だ。私にとってはシャア・アズナブル大佐です。グラナダの方はどうだ？アレキサンドリアと他2隻が入りました。うまくいくのか？アナハイムもそのつもりですから。何かあったのか？アステロイドベルトの写真です。何？スペクトル分析でも核パルスと分かりました。核パルス？アクシズか。はい、だいぶ前から地球圏に向かって移動を開始しています。地球へ？はい。ジオンの亡霊が動き出したか。ハマーカーンは二十歳になったか？はい。あと一つ気になることがあります。ん？グリプスが動き出しました。グリーンノアガか。バスクめ。クワトロ隊員、ウォン・リー様からの伝言を預かってます。明日午前10時にイースタン通りのマクダニエルまでお越しください。マクダニエル？ハンバーガーショップですよ。了解した、ありがとう。15セントいただきます。ありがとうございます。またのご利用をどうぞ。これしか補給できないと？どうなってるんだ、グラナダは。グラナダも地球の補給を待っているのだと。我々に対しての言い逃れだ、英雄語の賛同者ともめ。あの、なんだ？ジェリド中尉が戻ってきました。謹慎処分を聞いていなかったのか、奴は。あんな奴、映像にぶち込んでおけ。はっ。謹慎でも何でもしてくれってんだ。RB ユニットなら回路をいらんで済む。全部よこせ。戦闘ばかりでなく補給にも才能があるようだな。ワインでも調達してみせるぜ、軍機違反者さんよ。そのうちにな。ジェリド注意、ライラ大尉の仇を討つには君の許可がいるのかな。ん？ちょっとした情報を手に入れてな、これから出張する。どこへだ？この作戦は俺からジャマイカン少佐の許可をもらっている。いざという時の援軍にジェリドがいると上心はしておくが、今からは連れていけんな。勝手にやっておくれ、誰の許可もいらんよ。いや、しばらく安静にしていろ。夕べは眠れました？ええ、本物の重力は気持ちよかったわ。でも驚きね、ジャブロの近くにエウーゴを支援する町があるなんて。本当、港の奥のドックにも新造船艦があるんですものね。あれ、何の山です？コロニーの残骸だって言ってたわ。コロニー？前の一年戦争時代のでしょ。戦争で壊れたコロニーの。ここか。今の私は分かるのよ、ヒタンズを組織した理由が。本当ですか？ええ、30番地のあのひどい光景を見た後ならばね。ヒタンズの目的ってジオン軍の残党狩りなんでしょ？違うわ、ジオンを利用しているようね。え？グリーンノアに入ってから分かったの、怪しい。バスクに騙されていた。当たりだな、見てくる。巡哨はグラナダに入った。ウォン・リー、諸君の協力で初期の作戦は完了した。クワトロ隊、ご苦労。今日呼んだのは、君がジャプロー侵攻作戦を反対だと聞いているので、その意見を聞きたくてな。戦力差が一つと、地球上の破壊行動は地球を汚染します。それにあの重力の井戸の底に落ちて脱出はどうするのです。軍事的効果を考えればグリプスを撃滅する方が正しい。しかしグリプスは地球連邦の手足にしか過ぎん。本体を叩かねば次のグリプスが生まれる道理だ。しかしジャブローは地球連邦の拠点だよ。こいつを叩きゃ
グリプスだって補給がなくなるわけだ。それに世界が我々ウーゴを認めて民意を一挙に味方につけられる。ウオンさんは出資者だと思っていたが、政治家になるおつもりで。バカ言え。エウーゴの地球での支援部隊カラバへの連絡は取れてる。モビルスーツはカラバに渡してパイロットは空へ戻ればいい。出資者は無理難題をおっしゃる。エマさん、エマ注意、なんでエウゴに手を貸す。隔離庫、わけだと言ってもわからないでしょう。シャアの指揮のもと、ティターンズの戦艦を奪う作戦が実施された。それはカミーユにとっては不本意な作戦だ。しかし、エマシーンの危機を察知したカミーユは、アンマンでエマを救出する。カミーユの新たな素質の発言である。次回、機動戦士ゼータガンダム、新しい絆。君は時の涙を見る。